あ、そうだっけ。お願いします。そっか、これ私一回もやったことないや。嘘、うん、自分で持ってきたのに。いや、二人に使ってもらおうと思って。私の、あ、これある。はっはっ、待って、ちょっと神々になるかもしれない。お、ハッチさん始まるよって。マジか、早いね。早いで壊すな。水も飲んでない。ハッチさんこんばんは。始まりますね。7、5、4、3、2、1。 A ビックの A びっくりラディオ。はい、さあ始まりました。金曜日19時にお届けするラジオの中のテレビ局、映像会社 A ビックの A びっくりラジオ。はい、この放送はですね、毎度おなじみバナとヒトミンと高見の3人でお送りします。はい、はい、今日はあのサンチェスがお休みとなっているので、うん、この3人でお送りしましょうね。そうなんですよね、月に一度で休みますね、うん、やつはね。何ですか ね、 今日はね、出たくない病でもかかってるんですかね。うんうんうん、ね、私だけ皆勤賞じゃないですよね。あ、そうですよね。あ、そうかも、実は。あ、そうだよ。違いますよ。違うよ、私も俺や、あ、行った、バナ、バナじゃない。ディーナだ、ディーナ。ディーナキャンプの時だ。うん、ディーナ。危ね。っていうかも。私と高見さんがまだ解禁。そうですね。そうなんですよ。うん、守る、ね。まあ、第1回から守り続けてるこの場所、シュッシュ。いいね。サンチェスさん休みの時は、レイディオの座を取れるという。そうですよ。そうそうそう。レディオ言いたがるからね、しょっちゅう。いや、これはもうサンチェスさんもないですから。2度目はないですから、もう。私、練習、レディオ行ったら、思いのほか下手くそすぎて。ちなみにちょっと行ってみてもらって。今ですか？嫌です。嫌だ。そして嫌なんだ。はい、じゃあ、今週のテーマは映画です。はい。そして本日お送りするコーナーは、バンコクびっくりショー。そして、本日から、高見さんの新コーナーが始まります。なんでしょうね。モンモン妄想曲です。おー、皆さんお楽しみに。はい、メールはavic@fmgnowan.com avic@fmgnowan.com まで、 avic@fmgnowan.com まで、よろしく。神々やん。またツイキャスユーストなどでもコメントお待ちしていますよ、うん、FM ギノワンのホームページから映像音声を見ることができますので、うん、検索してみてくださいね。はい、この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション AIRIC、 固く解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件以上各社の提供でお送りします。いい声。いつもでしょ。いい声。ちょっとサンチェスさんのもう席ないから。おめえの席ねえから。懐かしい。有名なやつ。有名なライフのセリフを言わせていただきましたけど。吉さんからもいい声って来てるよ。本当だ。あります。いや、犬吉さんって初めましてですね。あ、初めましてですね。あ、すごい、なんかどんどん新しい句聞いてください。犬吉さんメッセージくれて、どうも。うん、ありがとうマス。危ない危ない。ありがとうマス言う役決めてなかったですね、そういえばね。俺は、俺はどっちも好きです。トーマス側も言いたいし、ポッポも言いたい。これってみんなで言うんじゃないの？あ、ありがとうマスはきっかけがあるんだ。だってみんなで言った、あ、みんなで言った方がいいのか。うん、
ありがとうマースも一緒にみんなで行った方がいいのか。一人が、いや一人が行った方がいいんじゃないですか。ありがとうマースですよね。ポッポーだけ、うん、そうですよね、うん、危ない危ない独占ですよねそれだけは、ね、よかったよかった。続々とあ、ね、お客様が、お客様というかメッセージが、あらあら、あ、ハッチアントホーミーさん、はい、はい、フランチェスカさん、ルッキーユニさん、うん、AKB ファンさんも来てます、はい、あ、ありがとうございます。本当いつもありがとうございますですね。ありがとうございます。あ、ハッチ&ホーミーさん、うん、誕生日だったんですよね。そういえば、おめでとうございます。6日12月6日、うん、ね、おめでとうございま す, います。なんで知ってるの、おいくつなんですかね内緒です。なんてこった。今週のテーマは映画ですけど、なんか、こんばんひとみ、うん、あ、AKB ファンさん、うん、こんばんひとみ、はい、こんばんひとみ、全然かかってないけど、そんな感じだったよね。こんばんひとみ、え、ごめんなさい、どうぞ。あ、なんでもない、ごめん、スルーして言う。こんばんひとみに首ったけでした、俺今みんなそれぞれ全然違うこと考えてどうぞ映画、うん、ありますか、なんか。いや、じゃあ、まあ、自分は、うん、多分お二人の方が絶対見てるんですよ。あんまり映画見なくて、最近とかも特に全然見ないんで、うん、もうそんな自分は本当にオーソドックスな、うん、一番好きなのはもう俺、ターミネーター2が一番好きなんですよ、うん、あ、もうオーソドックスっていうか、何回見ても面白いんですよあれ、うん、なんか、まあ、某土曜日9時からやってた番組とか、今もやってるのかな、うん、映画をやる番組とか、ね、夜し日曜日の9時からやってる某番組の、うん、映画番組とか、うん、たまにやるじゃないですか、たまに、うん、昔、今もやってると思うんですけど、うん、それ見て毎回俺は I'll be back らへんで泣いてますもん毎回別れのシーンで。なるほどね、あそこは感動しますよね、うんうん、あ、最後の決め台詞 I'll be back しようかな、バイバイの時に一人でですか、 I'll be back やってみようか。シュワちゃんに殺されないですよね声消されないですかね、みんなのバイバイに。そうですよ、だから行った後に一人で I'll be back、 一人で I'll be back、 もう戻ってくんなってコメントが来ないです。本当ギリギリですよね、あれジェームズ・キャメロンですよね。そうそう、あの時代に、うん、あれですよ、あのなんだっけ、あのサイボーグ、敵が側のサイボーグの、うん、あの映像ってすごくないですか。すごいすごい、液体金属でしょ。そうそう、うん、液体金属の、うん、あれだからすごい練ってるなと思って、うん、まあ本当にこれぐらいの知識しかないっていうのもバレましたし、まあ、でもそれ私もあんま見ないんですよ、ね、あ、そうなんだ、映画で見てる、でも思い出したら、うん、あ、これ見てたんだとか、うん、なんかちっちゃい時に見てた映画はもう覚えてなくて、今タイトルで後からあ、これ見てたな、そういえばっていうのしか出てこないんですけど、うんうん、ちなみに何ですか、ね、あれさっきまで出てきてたの忘れちゃった、はい、せーの、お聞こえましたか、初叩きいつもバナさんに叩かれるのこれあれ何だったかな、あ、そうだ、マスク、あ、マスクはもう衝撃的でした。最初見た時に、あの音楽とキャメロン・ディアスと、もうかっこいいし楽しいし、あのリズムに乗りながらの演技とかすごいなと思って、面白いし、しかもゲラゲラ笑って、何回見てもゲラゲラ笑って、なるほどね、もう飽きずに見てたの覚えてますね、うん、発想がいいですよね、な、あの、ね、あれマスクをつけて変わるって、じゃあジム・キャリーにも合ってるし、うん、また、うん、ね、山ちゃんでした、日本語吹き替えは、あ、うん、超だったかも、に合ってますよね、うん、山寺さん、うん、あ、そうだったんですね、知らなかったですよね、すごい、あの人、すごい、なんかディズニーのある映画を全部や、なんか全部ってほとんどやったっていうのもありますよね、山寺さんがほとんどなんか一人何役かってこと、もうそうそう、バーってやってるやつとか、なんか聞いたことありますよ、すごい、ね、英語じゃないや、映画のコメントとかも、うん、あ、来てますよ、来てますか、さん、はい、ありがとうございます。バックトゥーザフューチャーかな、ああ、で本当に一回あの曲流したんですけど、うん、僕も大好きですねいいですよね、いいですよね、もう夢があって、うん、で本当にもう年取ってくるとあんまり新しい映画とか新しい音楽とかあんまりもう探さなくなってきた。あ、わかりますね、それもう同じの何回も見ちゃう。はい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 、バック・トゥ・ザ・フューチャーの3作と、うん、
そうそうそう、流れてきた流れてきた。でスターウォーズの3部作、旧3部作、うん、あスターウォーズもうすぐやりますよ。 そうそう来週だね、ちょうど。ああ楽しみだけど、どれぐらいぶりなんですかスターウォーズとしては。スターウォーズ、あでもそんなに空いてないよ。あそうなんですか。うん、あのエピソード 1,2,3 っていうのが、はいはい、新三部作がやってたから、はい、そんな何十年ぶりとかではない。なんか時代なんか時空錯誤じゃないけどちょっとなんかずれ、あの時間軸は、ね、タイムがね、なんかあれなんですよね、うん、時間軸が、うん、ちょっと前後しちゃうけどね。それでも面白い、監督が変わっても面白い。面白いはあ、うん、と思う。来てるんですか。いやこれはノーピンさんのやつです。ノーピンさんのやつです。来てないし。来てない。来てない。悲しい。メッセージどしどし送ってくださいよ。ね、もし、うん、中。そうですね。まだ扱いが慣れてなくて。そんなに喋りながら。いやいや、やってください、ぜひぜひ。で、自分の好きな映画、はいはい、まあ、知ってる人もいると思うんですけど、岩井俊二監督のリリー主者のすべてっていうのがすごく好きですね。分からない。あ、そう、うん、いいですよ、ちょっとどんな話かっていうの言ってもらって。まああの結構前の映画なんだけどね、うん、日本の映画で、はい、まあ、暗い映画なんだけどむちゃくちゃ、うん、でも雰囲気はとってもよくて、うん、そのオープニングとかエンディングとかその草原っていうのかな、田園みたいなとこからちょっと俯瞰気味の映像でカメラが ふわっとしてる。あで少年がウォークマンを聴いてるっていう、うん、その映像がとっても綺麗。やっぱりバナさん、やっぱりそっち側制作側に仕事携わってるから、うん、やっぱそういうとこも見るんですね、うん、映像美も、うん、で沖縄のシーンもあるし、ね、あそうなんですか、うん、日本の映画、日本の映画だからわざわざその友達と旅行に行って、うん、そういうシーンを再現して撮ってみたりとか、うん、そういうのをやってたよ。あ、うん、映画館でこのしっとりした映画見てる人すごいなって思いますね。あ、わかるよ、それは確かに。そうなんです。なんかこう 3D とか、うん、なんかこうアクションとか、うん、こう映像映えするやつを映画館に見に行くものだって思ってるんですよ、うんね、俺の中ただやっぱ恋愛も映画とか、はい、いやあれじゃないですか、うんうん、そういうのも大画面で、あれは大画面で見ても多分いいと思うんですけど、うん、部屋で暗くして、うん、ちっちゃいテレビでこうしんみりと見るってイメージがあるんですよ。俺恋愛とかって映画とかってそうでもないんですね。大画面でこうイチャついてるのを見たい。言い方ずっといやだから扱い慣れてないから、扱い慣れてないからタイミングがね、いやいやもうバサバサしてる。いや音、うん、お父さんお母さん後ろから手を目に隠しませんか。ダメだよむちゃって。わかる、気持ちはわかる、ね、せっかく大画面で見るんだから迫力あるものを見たいっていうのはある。うん、まあ多分これを言ったら俺は叩かれるんでしょうね。待って、どんどんコメント来てね。ハッチ&ホーミー、コメント読んでください、どんどん。ハッチ&ホーミーさんがストリートオブファイヤーが好き、ほう、うん、ダイアン・レインとマイケル・バレ、うん、が超かっこいい。おー、惜しいです。いやすごいな。ラブさん、はじめまして。はじめまして。うん。ありがとうございます。コメントありがとうトーマス。なんか違うよ。ありがとうございます言った後に、ありがとうトーマスのかぶせは、もう本当やらせですね。タイミングミスったけど、やりましたみたいな。これ難しいですね、うん、結構。忘れる、しかも。サンチェスのタイミングだから。ということで、皆さん、どんどんお待ちしております。うん、で、ここで一曲お送りしたいと思います、はい、映画ピンポンの主題歌でしたっけね。まあ、主要曲ですね。主要曲にも、うんうん、挿入曲にもなっております。うん、スーパーカーで、夢行ラストボーイ。
ごめんなさい。嘘でしょ。じゃ今メール来てたんで。びっくり今の。聞いてる方から。すごいな。ゆる。いやいいな。ちなみに髪切ったんです。っていうアピール。自分で言う派ですね。自分で言う派ですね。それこそ薄いですよね。私とか変わったんじゃないの前振りもなく切った派ですね。そんな風にした方がいいですか。うざくないですか逆にその方が。面白いと思う。そっちの方が。いやなんか俺の思った想像のキャラと違いましたね。うん、ああ人数分確かに。あそうですね。その計画ですよ。いずれは。そろそろか。うん、そうジングル入る。どうしようかな、入れよう。はい、FM ギノワンから 79.7 メガヘルツでお送りしております。ABIC の ABIC ラジオ。今週のテーマは映画。メールアドレスは avic@fmギノワンまでお待ちしております。うん、続いてのコーナーはバンコクびっくりショー。バンコクびっくりショーでは身の回りのびっくりしたこと、びっくりする特技、ニュースといろいろなびっくりをご紹介するコーナーです。あなたの身の回りのびっくりしたことがあればメールまたはツイキャスユーストにコメントしてね。お願いします。はい、またテーマについても話していきますので、うん、はい、どんどんください。もう本当に CM 中びっくりした。いや俺がひとみさんにめっちゃ一生懸命話しかけたら、うん、の一言で流すっていう恐ろしい技を身につけたひとみにびっくり。本当に人間として興味がないっていうのが分かりましたね。いやいや、そんなことないですよ。もう、いろんなことを考えながら。ホモサピエンスとして興味がないっていう、俺のことを。すごいですよね、今の、ね。ダブさんが早速びっくりしたことが。はい、あ、ひとみにびっくり。ひとみにびっくり。今のでしょ。今の話にびっくりじゃないですか。はいはいはい。なるほど。え、これコメントここにも出るんだ。そうなの、すごい。え、今出てたんですか。出てた出てた。すごい。なんとか動画みたいに。面白い。ああ、そうなんだ。ね、うん、ジングルドーン。ジングルドーン。あ、AKB ファンさん、髪切ったんかわいいな。はい、切ったんです、髪。どこ？ごめん。もう女性の髪切った俺信じないですよ。眉毛全剃りしたぐらいなんか変わってもらっていいですか。めっちゃロングだったんですけど、腰ぐらいまで行ってたんですけど。うん、へえ。普通ちょっと切りました。前髪どれぐらいの速さでこれぐらい伸びるんですか。へー、だいたいボブミディアムだったら2年ぐらいで腰ぐらいまで。2年、うん、そんなに伸びる。いや腰か。青森、うん、そんなとこ。腰は5年だけど。まあ全然違うけど。いやもっと髪を色変えたとか、うん、はい、なんかもっとなんか半分ぐらい全なんかもうね全剃り、ウド鈴木にぐらいしてもらわないと。いや本当はショートにしたかったんですけど、うん、怖くてできなかった。ショートって、はい、本当に人選びますよね。そうですよね。本当ショートが似合う人はロングもまあ似合うんですよ、うんうん、あ基本的には、うんうん、だから、まあ、ショートもしくは、うん、なんていうんですか、あの馬の馬ポニーテール。あ、ポニーテール。今は叩きどこでしたけどね。あ、そっか。あ、もういいです。いえいえいえ。間に合わない。ありがとうございます。パッポー。あ、はい。え叩かれたんです。何にですか。叩かれたんで。ああ。しょうもないですけど、ね。熱い。何フランツ、あ、いや、これはまだ読みたくない。何もう一回読みたくない。ハチ&ホーミーさん、ひとみんショート似合いそうだよって。ほんと。あら、効果音きた。ショートに興奮するんですね、リキャーの方は。今の効果音。ショートにワオって。合わなくないですか。すごい効果音が。すごいっすね。なっちゃいましたね。ワオミキさんの声域にびっくり。多分綺麗に乗ってますね、でも音。あ、いいかも。今日から効果音入りました。入りました。おすごい。すごい。あ、これどん。何ワオイエーイ。これいいんですか。これ時間切れないやつ。これ流して大丈夫なんですか、ね、分かんない。この音源分かんない。流して大丈夫なんですね。すっごい怖いけど。これ何、
いやいや待って待って、びっくりした話にしましょう。あ、ブーイングブーイング、あ、これ高見さん使えますね。いいね。いや意外に長いな、そして意外に長いですね。なるほどね。ワオをメインで使って、ワオいいですね。まあコメントもどしどし来てたらお願いします。いや皆さん、リスナーさんもびっくりね。いやでもしたことありますか。もう俺最近ちょっと おっさんだなって思うんだんですけど、すごい物忘れがすごくて、俺同じペン5本ぐらい持ってるんですよ。ええー。いやなくして、うん、でも同じペン、あのマイペンあるじゃないですか、使いやすいペン。はい、絶対このペンでやりたいっていう。うん、ある。買って、うん、何かのファイルとかをめくった瞬間に、うん、ボトって落ちて出てきて、でも同じやつ5本ぐらいあるんですよね。ペンをよくなくして、なくさない方法っていうか、こうあれ諦めます？見つけるまで探します、ペンとか落としたら。やっぱでも探さない。あ、よっぽど気に入ったのだったら探すけど、ね、俺もあまりにもなくしすぎて、自分に結構諦め自分自身に諦めてて、もう買いに行くんですよ、探さなくて。どうせ見つからないからいいやって。買うんだってペンないんですもん、うん、ないと使いたいんですもん。余ったのちょうだいね、4本くださいってダブさんが言ってます。いやいやいや結構するんですよ、コンビニちゃんとした。もう俺のお気に入りのペンなんですよ。うん、お気に入りだったらなくさないでください。いやだからあれなんでなくすんですかね。いやわかんないけど、それもう超わかる、超わかる。そうなんですか、うん、あれ思い出すときに遡りますよね。あ、なんかあれどこで忘れたんだろうって、うん、前遡ってその場所に戻るじゃないですか。戻る、うん、一番最初のところで見つかるっていうね。要は戻ったけどなくて、持っていたとの場所に、あの一番最後に来た場所に戻ったらあるっていうね、うん、遡らなくてもよかったっていう、結局無駄な。意外と近くにありますよね、うんうん、探し物。本当にそういうのありますね。皆さんどうですか。5本、あ、うん、鍵、車の鍵とかをよくどこに置いたか忘れちゃう、うん、あーなんかそんなに。いやバイクの鍵を、うん、あのインしたままあのこの座るところに入れて閉めたことあって、うんうん、座るところに入れて。いや、あの原付とか分かるかな。あのあれあれあれ、シートのこう開くんです、開いて物入れられるんですよ、はい、ヘルメットか、はいはい、そこに間違えて入れて閉めて、うん、要は運転もう、それ鍵ないと開かない。いやそうなんですよ、そうスペアキーを家に取りに行きたいけど、うん、もうバイクで遠くまでこの間あった、私最悪ですよ。車にあのいいい何鍵刺したまま、うん、ドアの鍵でそのままあのバタンって閉めちゃって。あー、ドアのあれですよね。要は、閉めるにして閉めたってことですね。そうそうです、そうです。はいはい。だから、もうやった後に気づいたんですよ。うん、え、で、しかもスペアキーも、うん、もう家まで遠いんで、どうしようかなって考えて、私ね、すごいんですよ。これ開けたんですよ、私。業者に頼まずに開けたんですよ。バキの世界誰ですか、あなた。そう、あの、ちょっと開けてて、ドアを。本当にハンガーと紐が入るぐらいの隙間だったんですよ。一か八かでハンガーをこう曲げて形作って紐で輪っか作ってやっあの入れてすげえ引っ掛けて開けた時はもう怪しいみたいな。よっしゃ、めっちゃ不審者だ。朝っぱらからね。すごいな。自分の家ですか。うん、自分の家じゃないです、これは。うん、へ、弟の家で。へ朝から。観光の手口、本当に。そう、だから、あの、気をつけてください。うん、窓開けちゃダメだと思いました、あれ。本当に。いや窓開けて出ちゃダメだと思います。開けられちゃうからね。うん、うん、危ない。自分でやっといて最終的にそれ落ち開けちゃダメなんですか。いや、鍵をそのまま入れて閉めちゃダメでしょ。言うたら。そうなんで開けるのとこでまとめたんですか。全く意味がわからない。いや、自分で開けてみたら、ここ犯罪起きそう。ああ、そこと。全然話が。気をつけようん、そこなのか、そして。うん、暑いなんか。すごいな。うん、ね。うん、そしてバナさん何かあります？ああうん、昨日の打ち合わせの帰りなんだけど、財布をなくしました。はっ、嘘、うん、え、マジですか。マジで全部止めました、カードも。あ、で記憶をたどっていって、さっきの通りに、ガソリンスタンドのあのセリフのとこに置きっぱだったわっつって、うん、あえ、どこに置くんですか。あります、あ、置くスペースあるんですか。あるある、あの財布
ガソリンのキャップがあるじゃん、はい、あれを置く。え、なんであんなところに置くんですか。え、だってポケットにあんまり物とか入れたくないんで俺、うんうん、いやでもだってお金入れましたってなったら、うん、その財布はもうポケットに入れたくならないですか。ならない。私こっち脇に挟んでやる。え、窮屈さ。匂いつきますよね。匂いはつかないけど。なんか思ったことないですよ。脇民がつきますよね、脇民が。あ、ラブさん、セルフ、あ、ほらあります、自分もって。あ、だ書き込み読んでください。そうなんだ、うん、ラブさんもあるって。追っちゃうんですね。追っちゃうとか、コンビニ、うん、コンビニに行って、うん、支払いして、うん、携帯と財布持ってて、携帯こう脇に置いてて、はい、で携帯忘れてきちゃうみたいな。あとかもある。へえ、やるんですね、うん、私蓋閉め忘れはよくあります、ガソリンの。あ、え、じゃあ蓋忘れるってことですね。よくバックミラー見たら、ガソリンスタンドの人が追っかけてきて、あ、要はそれ開いたままだから。あ、はいはい、蓋持ってから追っかけてお客さんみたいな。忘れる時がある。お、引いた顔しないでください。いや、引いてないですけど。別に蓋は確かにあるかも。ありませんか、蓋ごと。うん、キャップ閉めて蓋閉め忘れはあるけど、うん、キャップ忘れるってさすがに。キャップ、うん、ね、びっくりしますよね、うん、自分でも、うん、え、閉めたはずなのに。いや、閉めてませんっていうね。なんすかあんまり俺それ言ったら俺あんまり家の部屋の戸締まりあんましないかもしれないですね。え、開けたまんまですか。いや、自分の家、うん、がっつり大通りにあって、うん、ベランダからがっつり大通りが見えるから、はい、ここをまあ要はなんですか、入って盗もうっていう猛者は相当すごいですよ、うん、追い込まれたらベランダ出ても、あ、要は三三丸じゃないけどゴーパチじゃないけど、そういうところなんで、うんうん、そこで堂々だったら住宅街でやるじゃないですか、うんうん、っていうのを俺は見計らって、だったらそんなにちょっと開けてもいいんじゃないかなっていう感じで、うん、空気口ぐらいは。何、まだちょっと開けても。何階に住んでんの。自分ですか、うん、3階です。 3? あ、玄関じゃなくてベランダってことでしょ。ベランダだから、うん、だから大通りのアパート狙えますかね、もし犯人だったら。でも、だって、入りにくいかもしれない。今結構大胆らしいですよね。そうなんですか、うん、大胆にするにしても、住宅街に行きません。車とかさ。ああ、車すぐ盗まれちゃうよ。え、あ、だからね、本当窓開けちゃダメですよ。戻っちゃったけど、話が。そうなの、うん、戻っちゃったけどって。それで閉めます。え、まだ喋れるんですか。まだ喋れますよ、ちょっとは。喋ろうと思えば。おう、喋ってみて。俺が。あ、俺。どうぞどうぞ。じゃあ俺が、はい、俺のめっちゃ引いた日。じゃあもう合コンネタ言っていいですか。待って、ちょっとタンマ、はい、ダブさんから来ました。最近びっくりしたこと、うん、沖縄の人の家にはバスタブのないお家もあること。あ、ないですね、俺も。うん、シャワーのみってこと。そうですね、ない。いや、正直言うとバスタブいらないですね、本当に。わかる。え、いりますよ。いや、だってあれ、うん、水道、ね、光熱費の無駄でしょ。もう それ一点ですね。首とか温めたら全身温まりますよ、だいたいシャワーとかで。体感をね、うん、でも一度やったら多分ハマると思いますよ。もう不要層の遊びですね、それは。温泉から言うと。え、温泉とか行かないの。いや、県外行ったら温泉行きますけど、いや、うん、温泉と家のお風呂か比べます。いや、いいですよ。そんな冬場はね、やっぱり使ったりすると、うん、あーってなるよ。うん、あ、眠りやすくなるし。眠るな。いや、そういうわけにはいかないと思う。あ、フランチェスカ湯冷めしますよさん、フランチェスカルキーニさん、トイレはドアを開けてするよ。いや、閉めました。それあなたでしょ。露出狂なだけでしょ。バスタブ撤去した人、テルル、あ、テルルさん、あ、テルル、テルルさん、はい、負けじた。はい、バスタブ撤去した人結構いるよって。うん、そうなんですね、沖縄の人。取っちゃうんだね。
あでも、まあ、あってどうせ掃除するんだったら毎回取ってからその分有効活用するってことですよね。お風呂場でおしっこする人もよくわからないな。あこれ前なんかの打ち合わせたかな。あのサンチェスさんの何でしたっけ目標で本当は話したいことでしたっけだったっけ、うん、あ出した出し た, 出したおしっこ出したいや分からんけど難しいそうでしたそうそうそう今年あやらないようにするって言ってましたけど、うんうん、あやりたくなります、うん、ならないですよ絶対。あなるよ瞳がなるでしょ。そうならないです絶対。だって入る前に言ってますもん。じゃあなってえ懇願ですあ続々する派の方々が本当する派の方々が多数ですよマジっすか、うん、いやだってタイル汚れますよね、うん、そのまま流れるじゃん。だっていやだってどん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 流れる線の後つくでしょどうせ。そうなんか排水口とかそんなん言ったら掃除大変そう。あの公共の場の小便、うん、小便ってもうあれ男のあれで分からないと思いますけど、うん、小便器のところってもう、うん、汚いところはもうやってる跡が残るんですよ、うん、掃除しないところとか、うん、ラブさんラブさんおしっこ絶対嫌って反対派がいましたな、うん、ほらね他の人も使うしそうですよ。でも異性がやったら興奮するかも。ええかも引くポッポッよく分からんけどほら便器に足突っ込みますかって話ですよ。そういう話になるんだ。そうそうそうなんです。そういうことですよね。そうですか、ね、掃除するときも手使うしそこに、うん、でもあの、例えを聞くとですね突っ込まないでしょ待って待って待ってフランチェスカさん公衆浴場でしてもバレないよ。プールとかでやってるやついるでしょうね。子供だったら絶対いるでしょプールでやってるとか海でやってるやつはいると思いますよそんなん言ったらあでもあのお風呂の湯船で弟と一緒に入ってる時に、うん、でひとみねちゃん見てみてってポコポコポコって なんか出てきた時があったんですよ。え何歳の時ですか。まだ小学校低学年の時です。若すぎないですか。もっとなんか年が年と取った時のエピソードないですか。ない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 。あでも一番下の子がね、はい、小学校いく、4つ下なんですけど、はい、小学校何年生ぐらいの時かな、なんか産毛が濃くなってきたって言って、はい、ひとみねちゃん見て見てってお風呂上がりにすっぱだかで出てきて見せられたことがあった。私の方あまあいいや出た出た出た負けないぞって言いました。まだ慣れてないです。私も負けないぞじゃあ可愛かったです。はい、7時台によく言いました。うん、なんすか産毛濃くなったっていう発表。可愛くないですか。産毛が濃くなった。なんて言ったんですか。はい、で結局あ本当だ濃くなってる。お手でつまんでますよひでひとみすごいな。今考えたらでも恥ずかしいですよね。すごいな可愛かったな。年もネタのひとみんですね。あメール来てます。はいはい、ですか産毛ですか。ちょっと待ってよ。読みますね。はい、はい、さん、ひとみんさん、たかみーさん、アナザーのぐすうよう。あれ、ん誰ですか。アナザーじゃないよ、バナですよ。はい、はい、とうとう俺呼ばれるようになりました。なぜかバナさんがアナザーになってる。覚えてる。そういうこと。そうそうそう。高見さんも高峰さんになってますよ。はいはい、うん、もう誰か分かりましたけどねこのメール。はじめまして、魚臭いイユサバチャーと言いますだりますごめんなさい読みにくい。え読みにくいって俺読みます。読んでください。いやあなたの携帯が読みにくいんですよなんか壊れてます。壊れてるからそう画面割れて黒い大きい丸が。はじめまして、魚臭いほらね、臭いユサバチャーと言いますだります。ワンニン最近立ち続けに映画を2本見たよ。ムービーの名前はロバート デニーズとアンシャスアンシハッサウェイのマーイッターンと007ヤイビン。マーイッターンはワンのこの田舎臭い生活から離れ映画の中にいるようで。こんなワンでも現実的にいろいろ夢が持てそうな映画ヤイビリタン。して007は意外と現実的で、主人公のボンドが殺し屋だけではなく、夜の仕事も、夜の仕事もはや、
マヤだということが分かりました。だからワンもパン切るまで夜の仕事をハマっていきたいと思いましたです。リクエスト、サム・スミスのレイミーダウンか007のテーマ曲をウニゲーサビラ。アンシェンまたライスヤーサイかっこ笑い。意味が分からん。違うよ、読み方が下手すぎるんだよ。意味分からん。だってじゃあ痛いもん。だってもう日本だからこれもうじゃあ日本語がひらがなも500あのなんかなってるし、あ、ちょっと方言風になってんだよ。方言プラスもなんかちょっと謎ですね。このタイミングで送らないでもコーナーがもう詰まってる。ラブさんが何々ってえ何々ってすいません、こんな感じで。じゃああれですね、はい、内容が全然咲いてのこなかったです。以上、はい、びっくりショーのコーナーでした。めちゃくちゃ時間を大幅にオーバーしております。そうですよ、もうまさかの瞳のゲスネタで終わるっていうもう、はいはい、ちょっとだけですけど、うん、スポンサーの紹介します。はい、はい、今週はですね、僕たち ABIC の紹介になります。はい、年末年始にかけて家族とか親戚とかが集まることもあると思うんですよ。うん、で、お家に眠ってる古いビデオとか、うん、家庭用のカメラで撮った映像とかをダビングしてみんなで見るという、はい、そういう思い出の作り方もあるんじゃないかなと思いますよ。うんうん、結構カビ生えてたりとかっていう人も諦めたりしないで、カビの掃除撮ったら綺麗に見れるようになりますので、うん、ぜひぜひお近くの ABIC 大山店と合わせ店2店舗ありますので、はい、ぜひぜひお越しください。よろしくお願いします。お願いします。はい、続いて月一のテーマになります。今月の月一テーマはこちら、新コーナー、もんもん妄想記憶。妄想が巷にあふれかえっている昨今、皆様の妄想を一緒に叶えてみませんか。私たちパーソナリティが皆様の妄想を再現し、その妄想をもとにトークしていくコーナーとなっております。それではまず自己紹介をさせていただきます。誰日々の妄想が止まらず、まっすぐ家には帰らないでおなじみ、もんもん妄想局局長高見と申します。笑ってるじゃん、笑ってる。続いてサッカー以外で5人抜き、妄想マラドーナバナ、神の手で何人でも抜いちゃうよ。よろしくお願いいたします。そして最後に、あの妄想からまさかの電撃復帰、生きる妄想ひとみん。はい、よろしくお願いします。以上3名でお送りいたします。はい、ラブさんキャラ誰よってハッチーさんも妄想族妄想局局長高見でございます。ジェットストリームのイメージなんでしょ。はい、イブマサトウです。はい、これ題名いいですね、もんもん、うん、妄想曲です。いや、妄想テンション もっとエロスで言ってください、うん、ここ、うん、もんもん妄想 曲、 妄想曲。さあ、ということでもうキャラも戻していいですか。、はい、皆さん、正直言うとこれ私の自己満コーナーなんですけど、うん、まあ、この妄想っていうのはやっぱり実際に妄想ってだけであって、うん、結局現実に起きないわけですよ。うん、妄想ってやっぱり現実に起きないこと、うん、でも叶えたい、うん、そんな夢を、まあ、私が台本を作りまして、うん、パーソナリティで演じてもらう、うん、私にとっては妄想が叶う夢のコーナー、うん、そして皆様、コメント等あれば皆様の台本も演じますので、はい、乞うご期待ということで、実際どんなコーナーかっていうのを、はい、私と、ひとみんで、はい、早速やってみたいと思います。はい、ぜひぜひ。まあ、今回の妄想は、彼女の懇願編ということで。懇願？はい。彼女と同窓し、同窓じゃない。同窓。彼女と同棲しているというシチュエーションで、うん、彼女にこんなこと言ってほしいという言葉を、ひとみんに言ってもらいます。うん、これは私の妄想ですので、うん、決して、
誰も迷惑かからないと思っております。瞳以外はね、はい、うん、セクハラコーナーってコメントがいっぱい。では近いスタート。彼女と同棲して3ヶ月。今日は彼女が珍しく朝から寝込んでしまった。38度か。やっぱり今日は一日中家で安静だな。冷蔵庫の中にご飯入ってるから後で食べろよ。つまんない。しょうがないじゃん、今から仕事なんだし。じゃあ行ってくるよ。あれ、私なんか切れちゃったみたい。切れちゃったみたいって、携帯電話じゃあるまいし。うん、やっぱり私の心のバッテリー切れちゃったみたい。タカミという名の充電器を一日中貸してほしいな。ったく、家の中のコンセント全部タコ足配線にしちゃうぞ。わーお。はい、まさかの大根役者ということで。出だしから噛んでましたよ。出だしだけ私の声が大丈夫。自分びっくりしたんですけど、マイクで台本見えないっていう。マイクが邪魔で台本が見にくいっていう、まさかの痛恨のミスですね。これはでもこれちょっと説明させてもらっていいですか。はい、このシチュエーションちょっと座れなかったんで、じっくり話しかけて話させていただきます。まず同棲してるシチュエーションは、彼女、あ、同棲シチュエーションなんですけど、彼女がその日朝からちょっと体調崩して寝込んでるわけですよ。はい。でも僕は朝から仕事に行かなければならない。うん。ということで、うん、行ってくるよって言うんですけど、うん、そこで彼女が言うんですね。ね、つまんないって。って言って、まあしょうがないじゃんって言って、じゃあ行ってくるよって言った後に、うん、もう言っていいですかこれ全部俺が。あれ私なんか切れちゃったみたい。そう、私なんか切れちゃったみたい、うん、っていう感じで言って、ね、なんか切れたのかな、そうそう、とか怒ったのかなみたいなね。でそこで彼女の気持ちを察して、なんだこんな子供みたいなことを言ってっていう感じで、携帯電話じゃあるまいしって笑いながら言った後に、もっとさらっといけたんですけど、どうぞ。ね、この、あ、ん?あ、もういい?今言うんですか?いや、いいです。だからまあ、これも俺が言ってほしくて、はい。私の心のバッテリー、切れちゃったみたい。高見という名の充電器を一日中貸してほしいな。これ言ってほしくて。もっとキャピッと言ってほしかったんですか?いや、俺はもう大根役者なんでいいです。いや、なんか、のところで曲が止まるんかなと思って。そうですね。そこはちょっと うまくエコーかかりそうだったんですけど。うん、そこで終わったら、ちょっとだるくなるんで。うん。タク、家の中のコンセント全部タコ足配線しちゃうぞ。なんでタコ、いやもう、ね、逆に熱持っちゃうっていう、ね、先週に続きタコ好きですね、ほんと。タコは、これは正直偶然です。タコ足配線に関しては。説明って恥ずかしいよねって犬キッチさん。ありがとうございます。そうですね。ラブさん、タコ足配線の説明を。意味ないと思うんだけど、どうだろうね。あ、偶然、うん、あ、偶然、了解ですね。タコツボ弁当だ、思い出したぞ、昨日。あ、タコツボ弁当だ。昨日じゃないやつ。前のやつは、うん、あれですよ、もう、僕がタコツボ、タコウインナー、うん、あ、何ですか、タコちゃんウインナー、タコちゃんウインナー、タコちゃんウインナーが大好きっていうことを、うん、奥さんが知ってて、うん、もう、タコちゃんウインナーとご飯のみのお弁当を送ってくれて、うん、タコちゃんウインナーだおって。ダオ、じゃあタコツボ弁当だ。そうそう、タコツボ弁当だ。今日はタコツボ弁当だ。ダオ、ダオっていう、言ってほしいっていう。ダオってあんまり使わないですよね、普段。うんうん、普段使ったらちょっとパーンってしちゃうかも。ね、パーンって。いや、これこの妄想のこの彼女のセリフも、うん、今日の充電器とか。いやいや、これはいや、これは言うでしょ、瞳なら。言わない。ひとみんのためのあれですよ。ひとみんをもうこのどいやらしめるじゃないけど、いや初めて聞いた。どんどんいやらしめる。いやらしめ。角へ角へ持っていくコーナーですよ。でもこんな、でも
こんな言葉じゃないですけど、うん、でも風邪ひいてる時って、うん、ちょっと甘えたくなるの分かるなと思いました、うん、彼氏に。じゃあ充電器って言いますよね。言わない言わない言わないんですって。私のバッテリー切れちゃったみたい言うでしょ。心のバッテリー切れちゃったみたい言われたらどんなですか逆に。いや俺、いやもう 俺はもう笑っちゃいますもん。逆になんかここまで突き通しに突きっていうか、こうもう天井越えてほしいっていうか、うん、ここまでもううまく例えられないですけどね、うん、まあこんなコーナーということで、はい、じゃあ皆さん、ね、どんどん募集しております、はい、募集、うん、あのこういうネタ言ってほしいこと、うん、台本をですね、abic@fmkinoman.com、うん、abic@fmkinoman.com までよろしくお願いいたします。はい、じゃあそれでは曲いきましょうか。ひとみんが持ってきたやつだ。はい、エゴラッピンの5月のクローバー、ね、はい、で昨日の打ち合わせでは、うん、雨降ってたんですごいジメジメして、うん、一日中この曲が流れてたのですけど、今日すっごい晴れてます、ね、思いっきり晴れたね。快晴だったね。はい、まあでも今日は、うん、雨の気分で聴いてください、はいはい、雨の日に聴いたらいいですよこれ。5月のクローバー。
だって言葉が浮かんでこない、うん、店員さん、そっか、そんな日もありますよね、ね、ほんと、あーなんか、うん、今日久しぶりにコメント多いですね、うん、そして燃え尽き、明日のジョーのように燃え尽きている、いやほんとお疲れ様です。私も最近ほんと燃え尽きたりいろいろあったから。なるほど、気持ちはわかるみたいな。真っ白ですか。真っ白。いやーやばいな、ギリギリですね多分、うん、ガチで。もう本当にさらっとだな。はい、今日もお送りしてきました ABIC の ABIC ラジオ、そろそろお別れの時間ですね。はい、もう時間もないのでパッパパッパ、めっちゃ早口で。じゃあ来週のテーマ、来週のテーマいきます。はい、はい、やっぱりロッパリ、やっぱりロッパリです。はい、決めていきます。あ、もう終わった。高見さんのテーマ、高見、はい、高見のが選ばれたということで、うん、今週のテーマは、うん、あ、来週のテーマは旅行です。旅行、旅行ということで、はい、皆さん旅行にまつわる思い出話やエピソードがあったら送ってくださいね。はい、あ、どこ行った？先週の、うん、そういうプレゼント、うんうん、あ、はい、呼びかけ、あの当選者ですね、はい、発表します。はい、なんと、ハッチアットホーミーさん、イエーイ、おめでとうございます。もうプレゼント欲しい欲しいって先週も今週も、うん、すごい言ってくださったので、もういつもも聞いてくださってるし、はい、はい、どんどん送ります。千葉まで、千葉まで、千葉まで送ります。はい、はい、今週の、そして今週の視聴者プレゼントがあります。なんと ABIC 商品券1000円分を3名様にプレゼントいたします。ご希望の方は avic@fmgnoman.com avic@fmgnoman.com まで、宛先にプレゼント希望または番組への感想を書いて送ってください。あります。そしてお知らせがあります、うん、来週12月18日の9時から、うん、夜9時ですね、 FM21 のフライデートーク、うん、そしてレンダリングのハプニングラジオに出演が決定しました。ありがとうございます。21月の27日の放送にゲストで来ていただいたマッキーこと瀬底真希さん、まさきさんがパーソナリティの番組ですね、うん、はい、ゲスト出演させていただきます。うん、楽しみに、お楽しみに、はい、でですね、もう来週はもうちょっとしたまたサプライズ発表があるのでご期待ください。すごいやつですよね。うん、じゃあもう提供しますか。はい、提供お願いします。はい、あ、この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション ABIC、 片枠解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りしました。この後はチューブのチューブによるチューブのための番組 YouTube です。周波数はそのままで引き続き FM ギノワンをお聞きください。それではまた来週お会いしましょう。皆さんありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。アリバーク言った。